関津吉酒造株式会社は、愛知県甘郡蟹江町城4丁目一に本社を置く酒造会社。みりんや日本酒、焼酎の製造、販売を行っている。文久2年、初代山田平八によって、みりんの醸造元として創業した。明治から大正にかけて、業績を伸ばし、1935年に、 山田平左衛門商店から関津吉酒造へと称号を改めるとともに株式会社として設立。朝鮮、満州にまで販路を拡大したが、太平洋戦争に伴う戦時体制によって、みりんの生産が規制されるなど大きな影響を受けた。1954年に、青酒の醸造販売を開始、昭和40年代には売上げの 約半分が聖酒であったという。現在も売り上げの2割を聖酒が占めており、全国聖酒館評会で、金賞受賞11回など、その評価も高い。東海地方では、CBC ラジオや東海ラジオで、CM が放送されている、環境みりんで有名だが、同社の主な出荷先は料理店などで販路の80%以上を占めるという。明治から、 昭和初期に建てられた同社の建物のうち、旧本社事務所、工場、住宅主や住宅土蔵が2005年に登録有形文化財に登録されている。ありがとうございます。